よっしゃピーほーらいやもうついよっしゃでかいでかいでかいは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 いあーやった55アップゴーッてルアーマンが求めるボックスとは何なのか。どんな形状のルアーを収納しても出し入れしやすく整理しやすい。今までに全世界で作られたボックスのあり方を根本的に改良したルアーマンのためのニューコンセプトタックルボックス。釣り人が考えた最終兵器ドリームマスターバイリングスター。パリでスーパー漁師フィッシングをやります。日頃皆さんが見落としがちなあの小さなクリークですとか街中を流れているような、小さな河川、あとこういった感じ の、 あの里川ですか、こういったところで、こういったところに溜まっているバスを、釣っていきます。これはもう皆さんが住んでいるような、どこの街にも流れているような感じの、そんな感じのクリークです。まあ、普段見落としがちな、小さなねちょっと小場所なんですけれども、まあ、そこにいい魚が溜まってるんじゃないかなということでちょっとここを攻めてみます。おかっぱりの場合はやっぱりこうやって、自分の足で歩きながらこう見てきますんでね、普段船からだと見えなかったものがおかっぱりだと見えるし、あと船から見落としてしまうようなところ、そういうのもこう一個一個ねこう探りながらやっていきますんでね、まあそれが釣果につながると。ここかな、結構いい水が流れ込んでますね。でも水深が全然ないな。この流れ出しが、流れ出しというかこれが流れ込んでる先がいいんじゃないですかね。ちょうどあの辺り、めちゃめちゃ浅いな。よっしゃ、よっしゃ、きなりでしたね。やべやべやべ。さす
すがスーパー漁師、わずか2投目でヒット。幸先のいいスタートで、これからの展開が楽しみですね。あ、サイズは9号のジャークでしたね。あ、まあいいか。よし、ここ川一枚、川一枚でしたね。9号のジャーク、まあ、カーバス、典型的なカーバスですね。なんかスリムな体型で綺麗なやつ、やっぱりいましたね。やっぱりこの流れのもう落ち込んだ、すごい際ですね、際に溜まってるやつですね。もう本当に誰もが見落としがちな感じの、もう水深も浅くて、一見パッと見たところなんかベイトフィッシュぐらいしかいないような、なんかそんな川なんですけどね。やっぱいますね、バスが。まず伊藤さんが選んだのは、限定から絶えずフレッシュウォーターが大量に流れ込んでいるエリア。水の動きが絡んだブッシュや水中の岩など、ちょっとした変化は見逃せません。直線で 100m ほどしかないフィールドですが、どんな結果になるのかな。あのブッシュの下にいそうですね。よっしゃ、乗った。まあ小バッチだ、またプロップだった。まあミニサイズだけど楽しいね、やっぱり。よし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 、またしても9号リアクションだったね、今岩陰についてたやつ。はい、9号、9号と砂だらけのバスリアクションで飛んできやがったな。まあすごい浅い、あの岩陰に隠れてますね。人間がこう偏光かけて肉眼で見ててもほとんど魚見えないんですけど、やっぱりね、カモフラージュでこうちゃんとやっぱいるんですね。岩にまあぴったり寄り添ってる感じだから、こうなかなか発見しにくいんですけどね。よっしゃ、次々とキャッチするなんて伊藤さん素敵。今度は大きいんじゃない。あれ、雷魚、雷魚だ。あら、雷魚、通りで引くと思った。雷魚でしたね。バレットシャットの雷魚。天地が高い。